再発見事業伝えのこそ地域の魅力を大仙市西仙北地域はじかみ沢万岳大沢郷地区にある初上沢集落地区の中でも最も古くから存在した集落といわれ美しい田園風景が広がり近くには大沢川が流れるなど自然豊かな集落です。ここには300年以上の歴史があり市の無形民俗文化財に指定されている弾上沢万岳があります。言い伝えによると坂の上の田村麻呂による蝦夷征伐の戦勝祈願として使われた獅子頭の一つが集落内にある民家の氏神として祀られそれが旧暦のお祭りとして行われていました。現在は豊作を願い毎年8月16日に行われています。もともとは笛や太鼓などのお囃子に合わせ鳥舞や鷹たちなど16の舞を演じると言われていますが今も継承されているのは獅子舞のみです。10キロ程度ある獅子を担ぎ、左右上下に頭を激しく振りながらも軽快に踊り、周りを魅了します。現在は6、7人で集落にある家々を1日かけて回りますが、後継者不足が大きな課題となっています。白山神社例祭土川地区にある今泉集落山林が多くを占める土川地区の中にひっそりと佇む白山神社があります。この神社は養老元年に創建された加賀の国現在の石川県にある白山神社をもとにした由緒ある神社です。
毎年4月17日に例祭が行われています。例祭の様子です。はじめに宮司が境内で祝詞をあげ、お囃子や太鼓、鈴の音に合わせて踊ります。これは剣舞です。刀を器用にまた豪快に回す姿は迫力があり、見るものを魅了します。これは宮回り行事です。神主が先頭となり、獅子、神輿、参加者の列の順に神社を参集します。神輿の担ぎ役は数百年の間、特定の家と決められ、現在に至っています。以前は数日かけ、集落の家々を練り歩きましたが、戦後による物資の欠乏などにより、現在はこのような形で執り行われています。
亀田街道押し津祭り。大沢郷地区の中心部である宿集落。ここには市の指定史跡である旧亀田街道と地域の湧き水である押し津目志津があります。ここではこの地域資源を活用し、毎年8月に亀田街道押し津祭りが開催されます。旧亀田街道です。その昔、参勤交代などに利用されていました。旧街道が状態よく保存されている例は秋田県内でも珍しく、その街道での往時を偲ぶため仮装行列を行っています。はい、もう一枚いきます。はい、はい、押し津目志津。これは押し津と目志津です。大沢郷宿の入り口にある湧き水です。昔から延命の水として言い伝えられ、現在も多くの人に利用されています。ここで山盛りなね。そうそうそう、このぐらい。続きまして大仙市。これらの地域資源の維持やイベントは地域住民が行っています。住民にとっては大切な資源であり、地域交流やにぎわいの場となっています。小涌美小宝園。小涌美地区にある小涌美小宝園、平成11年に国の有形文化財として登録されました。小涌美小宝園は小涌美村の村長として長年勤めた旧小山田家の住宅です。小山田家は大正13年に発行された秋田県長者一覧表にも登場するほど、住宅も豪邸でありましたが、大正3年の小涌美地震で倒壊しました。現在ある建物は小涌美村の宮大工井上清松が再建したものです。廊下は一枚の板でできており、切り目がありません。柱は仕掛け柱で、以前は取り外しが可能でした。六郡御絵図。小山田家にある六郡御絵図です。平成13年に旧西仙北町の有形文化財として指定されました。江戸時代に秋田領内の村落を表したもので、色彩豊かに道路、川、山などが精密に描かれています。大きさは約2畳です。作成年代の記録はありませんが、愛宮の村に色分けがされているため、1623年以降の絵図であることがわかります。
茶弁当。小山田家にある茶弁当です。平成元年に旧西仙北町の有形文化財として指定されました。旧藩時代に佐竹氏が使用したもので、素材は欅の漆塗りです。2つの箱が1組になっています。一方は食べ物を入れる重箱で、もう一方はお茶を沸かす容器や食事に使う道具が収められています。白馬の絵馬。大沢郷地区村仏にある大沢神社。ここには昭和54年に旧西仙北町の有形文化財として指定された白馬の絵馬があります。杉板に描かれたもので、当時の高級な絵の具を使った風格高い作品です。この絵馬には荒和村の岡部中右衛門が元禄7年に奉納したものと記されており、秋田県内で記念名のある絵馬では2番目に古いものです。木造前の竜王立像。大沢郷地区にある北の目神明社。ここには平成元年に旧西仙北町の有形文化財として指定された木造前の竜王立像があります。欅の寄木造りで彩られ、像の高さは2メートル46センチと迫力ある像です。作者は不明ですが、江戸時代のものと言われています。不動明王像。刈羽の地区にある聖光院。ここには昭和53年に旧西仙北町の有形文化財として指定された不動明王像があります。秋田藩初代藩主佐竹義信が刈羽野に御本陣を設けた際に、祈願所として聖光院を建て、この仏像を安置したと言われています。心槍一道の窯跡。土川地区にある心槍集落。ここには昭和37年に秋田県の史跡として指定された心槍一道の窯跡があります。白岩焼で有名な松本雲七が白岩へ行く前に悪戦苦闘しながら焼き物を焼いた土地で、近代秋田の陶業発祥の地と言われています。小菅越八幡像、逗子。小涌尾地区音越集落の開発の始祖である伊藤家。ここには昭和53年に旧西仙北町の有形文化財として指定された小菅越八幡像とその逗子があります。白木一本作りで、材質は和白炭という香木が使用されています。
右手に錫杖、左手に宝珠を持ち、大きさは9センチと小型ながら、神々しい美しさが感じられます。宇奈和寮、刈羽の地区にある昭和町。この地区は半盛時代から水運として使用された雄物川が流れ、近世初期から船着き場として繁栄した場所でした。その名残からこの町内では毎年イベントとして宇奈和漁を行っています。これじゃねえんだね、ヘボ。ちっちゃ。これじゃねえよ。これは三世代交流と伝統継承の一環として取り組んでいます。